今回はキャンキャン6月号赤い週1締め切りカレンダー毎日週1をやっていこうと思います。おお、なるほど、こういう感じなんだ。4月23日に発売したキャンキャン6月号に赤い週1締め切りカレンダー毎日週1というのがあるということなんで、これはちょっと紹介したいと思いやっていこうと思います。いや、初めてキャンキャン買った、ちょっと見てみよう。足立由美38歳、すごい綺麗な方ですね。中身の内容の詳細っていうのはそこまで紹介しないんですけども、どんな感じかだけ。うおー、なるほど、こういう感じなんだ。作るやつなんだね。ほら、こんな感じでめっちゃかっこいい。いろんなやっぱそのシーンのセリフが入ってますね。めっちゃかっこいいな。やっぱこれありますよ、愛しい愛しい恋人さん。これはね、作ってかなきゃいけないですね。ちょっと頑張って作ってこうじゃん。はい、ということで今ね、頑張って切って作ったんですけど、これあれだね、この1枚1枚こうなっててかっこいい。すごい、めっちゃかっこいい。で、ここにこういう感じでできたんだけど、これにこう1枚1枚入れて、あのその都度使うっていう。こうやって入れるとかっこよくない？めっちゃ。いや、いいですね、こういう感じで。あ、対談も載ってたの、この新一役の時はジャケットを着るとか。いや、結構普通に特集としても面白いんで、ぜひと思いましたね。はい、ということでね、せっかくなんで今回作ったんですけども、めちゃめちゃかっこいいんで、皆さんもよかったら。ただちょっとね、破く時に、ちょっと切る時にちょっと間違えると、ちょっとね、傷ができちゃう。俺もめっちゃショックだった、これ。もう19年、俺ちょっと左上ミスっちゃったわっていう心配もあると思うんで、2個ぐらい買った方がいいかもしれないですねちょっと僕もう一回買おうかなと思いました。作ってるのも結構没頭できるし、すごい楽しいんで、あと何よりかっこいい。ということで今回はキャンキャン6月号赤い週1締め切りカレンダー毎日週1を紹介してきました。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。ぜひ皆さんも、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで今ね、動画終わって今おまけの動画になってるんですけども、まあ、ここまでね、見ていただけた方、きっとキャンディロボコが大好きな方だと思うので、今の状態っていうのをちょっとお伝えしていこうかなと思います。配信なんですけども、ちょっと僕一人のこういった形の語りの動画が多くなります。まあ理由としてはちょっと今の状態で、メンバーに会うのは危険と判断して、まあ自分一人で今撮影してる状態が続いています。なのでメンバーとはですね、声だけでも出演していただけたなとは思ってるので、まあ正直にね、今から電話してちょっと問題出そうかなと思って、この日めくりカレンダーの。まあちょっとね、これは紹介したんでね、さっきね、セブン。この愛しい愛しい恋人さんはさっき紹介したんで、これとかもいいね。ちょっとこれとかやばい、ちょっとやばいの結構ある。普通にめちゃめちゃやばいのなんだけど、やっぱ一番やばいのこれだろうな。まあここでしょ、抜かったな赤い週一。ここですよね、やっぱバーボントン、ここでしょ、完全に。なのでちょっと今日は塩田君今から電話して、日めくりカレンダー買ったんだよと。結構名言が入ってんだけど、その中でその抜かったな赤い週一、その言葉そっくりそちらに返すとしようか、バーボンのこのセリフの日にちが何日か当てれるかやってみようと思います。ただ塩田くんね、結構考えてね、意外といい線いくんじゃないかな。では23って答えたら正解ですね。じゃあちょっとやってみましょう。もしかしたら塩田くんも買ってるかもしれないですね。あ、もしもし、塩田聞こえる？聞こえてます。オッケーオッケー。ちょっと塩田今ね、動画回してる。はい。で、これ今おまけのところね、おまけ動画のところ。どんな動画撮影してるかっていうと、はい、日めくりカレンダー赤い週1あるでしょ？はい。あれ買ったのよ。はい、で、それでいろんな名言が載ってるわけで、その中でやっぱ一番ね、有名というのはここかなと思って。向かったな赤い週一、その言葉そっくりそちらに返すしようか、バーボン。このやり取り分かるよね？はい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 、そう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 、あのお茶会の直前ね。はい、はい、このやり取りのシーンがある日にち何日でしょうか？愛しい愛しい恋人さん、これは7日。はいはいはい、どうでしょうか？愛しい愛しい恋人さんが7日ってことは、なんか別に数字とそのシーンはあんま関係なさそうですね。お、じゃあですね、はい、答えますよ。どうぞ。20日。おー、すげー。え、正解は23日。あー、惜しい。いや、でもめっちゃすごいな、はい、やっぱ後半だと思った。なんとなく20代かなって。あ、やっぱそうなんだ。じゃあありがとう、それだけだから。はい、じゃあね、ありがとう、元気そうでよかった。じゃあね。はい、失礼します。はい、じゃあね。いや、ちょっといい線いってましたね。まあ、この間ね、メンバーとはですね、声だけでも動画に出てもらえたなと思って引き続きやっていくので、また次回の動画でお会いしましょう。最後までいただきありがとうございました。じゃあね。でもめっちゃかっこいいわ。これとかやばいよ。